マルピーギの肖像マルチェロ・マルピーギは、イタリアの医者であるが、生物学的な研究で知られ、特に解剖学者、生理学者として有名。顕微鏡的な部位に、いくつも名を残している。マルピーギは、クレバルコーレで生まれ、両親の所有する農園で育ち、17歳の時に、ボローニャ大学に入り、アリストテレスの哲学を学び始める。彼の両親、よび祖父母が死んだ時、 家族を守るために2年にわたって学問を諦めた。その後大学に戻り、1653年に医学博士となった。その翌年、彼の解剖学の教授の妹であったフランチェスカ・マッサリと結婚した。彼女はその翌年死亡した。1656年、マルピーギは大学の医学実習の主席に就くことを要請され、3年後に受諾したが、 同年にピサ大学は彼のために理論的医学の主席の座を設けた。彼はピサに3年間滞在し、それからボローニャに戻った。1661年にはメッシーナ大学から招聘され、4年間そこに滞在した。マルピーギの研究成果の大部分はイギリスの王立協会の報告書に論文として出版された。 その最初のものは1661年、カエルの肺に関するもので、彼は毛細血管の発見を報告している。1667年には、ヘンリー・オルデンバーグが彼に定期的に王立協会と通信するように求め、翌年に彼はその会員となった。これは、このような評価がイタリア人に対して行われた最初の事例であった。1691年、 インロケンティウス12世にローマ教皇の内会としてローマに招かれた。彼は内会の学校で医学を教え自身の研究に関する長い論文を書いた。これを彼は王立教会に寄付した。マルピーは1694年9月30日、卒中のためローマで死亡した。王立教会は 彼の業績を1696年に出版した。ボローニャにある霊廟マルピーニの遺体は、ボローニャのサンティグレゴリオイージロの教会に埋葬され、そこでは、現在、大理石の記念碑を見ることができる。そこには、ラテン語の悲鳴が書かれており、彼の、スーマームインジーネヘマム、インティジョリームバイトム、コートムストレンミュックメントム、 オーダスサム・ソルターリス・アルティス・アマームについての思い出が記されている。オペラ・オムニア1687マルピーギは解剖学に顕微鏡を用いてこの分野に大きな足跡を残した。マルピーギは顕微鏡解剖学の創設者、最初の組織学者とみなされている。彼はフックとは独立にほぼ同じ時期に細胞を見ている。 多くの顕微鏡レベルの解剖学的な構造が彼にちなんで名付けられている。例えば皮膚の層、二つの異なった構造に与えられたマルピーンギ固定のな、昆虫の排出器官であるマルピーンギ管が有名である。彼は皮膚、腎臓などを研究し、動物の主観で肝臓を比較検討した。肺胞も彼の発見になるところである。昆虫を観察して、 彼らが肺ではなく、皮膚にある細い穴を使って呼吸していることを発見し、それをトレイキーと呼んだ。彼はまた、毛細血管が動脈と乗脈をつないでいることを最初に発見した人である。毛細血管そのものは、彼の少し前にヘンリー・パワーが彼の著書に細い管が、動脈と乗脈をつないでいることを述べている。マルピーには、肺動脈に水を注入し、赤い血の後に、 透明な部分がついていき、肺動脈から肺静脈に流れることを確認した。これによって動脈から静脈への血液の循環が実際に確かめられた。これはウィリアム・ハーベイが明らかにできていなかった点である。また、人間の下から未来を発見した。彼の研究の一部は生体解剖によって行われた。彼はまた、脳を解剖学的に研究し、 この期間が線であると結論付けた。現在の内分泌学の立場からは、この推論は誤りとされている。また彼の論文であるデパリポ・コードイスは、血液の凝固とその構成を理解するために重要である。彼は、顕微強化で赤血球を観察した最初の人物であったかもしれない。彼は、心臓の右側と左側で血液の凝固が、 どのように異なるかを記載している。彼はまた人の指紋の研究を行った最初の人物でもある。彼はその時代では稀な植物の研究者でもあった。彼の発見したことについて1671年にアナトミア・プラントラムという本を出版した。これはその時点では最も網羅的な本であった。彼は植物にも顕微境界防学の手法を適用した。 その結果、同感を発見しているが、彼はこれを、昆虫の器官と同じものと判断し、同じ名で呼んだ。これはもちろん誤りであったが、この判断は、動物と植物が、基本的には同一の構造を持つ、という考えを彼が持っていたためであるようである。他方で、彼は、植物の幹を感情に剥ぎ取ることにより、その上の側が臨場に膨大することを観察し、 これを説明するために歯から栄養が降りてくるが、剥ぎ取った部位によってそれが止められるので、それが成長を促進するのだと結論付けた。アセロラを含むキントラ農家ヒーラギトラ農族は彼を叩いて命名された。彼は顕微鏡の使用によって発生学にも大きな足跡を残している。彼はニワトリラ卵の内部での肺発生の研究に顕微鏡を使い、 それまで見ることができなかったごく初期までを観察して詳細な図を残した。ただし発生の仕組みに関しては全成説を強く指示した。これは当時としては当たり前の考えであったから特に避難すべきことではないが彼はなぜか顕微鏡観察によってごく小さな鶏の形を観察してしまっているらしい。彼が何を見たのかは謎である。またこの分野でも彼は 動物と植物が共通の特徴を持つとの判断を示している。マルピーギー、マルチェット、レコード、ザ・ロイヤル・ソサイティ、2012年5月2日閲覧。マルチェット、マルピーギー、デアクスターのタクタス・オルガのアナタアミカ・アブザーベイシオ。ありがとうございます。